あ、もう次の話いったんや。あ、なるほどね。これあれや、カーラかな、カーラの方かな、女の、あの左奥にいるおっさんに買われる感じのやつじゃなかった確か。お世辞ロボットね、お掃除ロボット。このカーラはな、あの、なんていうかな、基本的に自分のため、自分たちのために動くというか、なんて言ったんやろ、あの他の2人の主人公はなんかアンドロイドの人権とかアンドロイドに対しての事件の解決とかしてるけど、このカーラに関しては、あとなんかあのおっさんの娘、あ、実はその娘あれやん、行動を起こすみたいな感じよな。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。ただの事故。殴ったやろお前。なるほど。ともかくもう新品同然ですよ。ただリセットしたのでメモリがすべて消去。これでディブよどこなんよ。大丈夫ですか？問題ない。よかった。名前はどうします？娘がつけた。AX400、名前の登録を。はい、カーラでーす。私はカーラ。あ、ここでオープニング入るんや。ほほほ、ゲームの画質じゃないからね、本当にね。うん。まあ、これ結構選択肢によってほんまに変わるゲームなんよ。ビビるぐらい変わるゲームなんよ、最後の展開が。うん。だから見たことない選択肢もまだあるんじゃないかなっていう、俺が見たことない選択肢。俺が見てる実況者で大抵同じ、まあ平和的な方に行くから、ちゃんと感情移入してやってると、やっぱ平和的な方にやりたくなっちゃうやん。うん。だからあえて、なんかそういう、あ、これ絶対危ない選択肢やろっていう方を渡っていきたいかなっていう、そっち方面の、フィナーレを見たことがあんまないよな。全部ちょっと、まあ平和でもないねんけど、最終的にはそれっぽい、まあハッピーエンドっぽい方の解決にしか見てへんから。もうアンドロイドと人の区別もわからんよな、こんなん、ほんまに。あ、これ多分あれじゃないよ。アンドロイドのせいで職失った人なんよ。うん。わぁ、だいぶ廃墟やな。でも、アンドロイドが出てきたからといって職失うんかな。あんま、なぁ、実感ないからな、今の時代でも、まだ。あ、あれ待って、次マーカスやったっけ？あ、次マーカスか。カーラは買われて終わりなんや。じゃあ動かさへんや、カーラに関しては。こいつが次のマーカスで、このマーカス、俺的にはデトロイトビカミヒューマンの一番の主人公やと思ってんねんな、マーカスに関しては。こいつ、これから何するかっつったら、あの、こいつ、あの、アンドロイドの、その、反乱軍みたいなリーダーになるわけよ。うん。で、そのリーダーをずっと務めるっていう感じやねんけど、こいつが一番重要やと思うわ、ほんまに。どこや？ああ、またなんか、路上コンサートやってるやん。うん。音楽系はなくならへんな。ああ。アンドロイドには絶対取られへんな。この辺は確かに。アンドロイド、音楽、お笑いとか、ああ、YouTuber とかもそうやな。娯楽系は絶対取られへんよな、アンドロイドに。ああ、取られたやつらがあそこに騒いどんねん。ん？開けれへん。あ、開けれた。あ、しかも、お前もアンドロイドやん。ああ、そうなってきたらちょっと職失っちゃうかもしれない。お前、そっか、店員もアンドロイドのやつは職失っちゃうな。でもさっきのホットドッグのやつはなんか人間やってんな。オーダーナンバー847。あ、でもこっちの方があれなんか。
効率いいか。お支払いの手続きを。で、現金じゃないもんな、もうな。支払いを承認。あー、便利な時代。人間に使えるべき機械たちが俺たちに突然かわしてる。おい、どこに行くつもりだ。おいおいおい、絡んでいくんね。面白い。お前らアンドロイド様のお出ましだぞ。そうそう、お前らより言うのやぞ。お前はペンキ屋でペンキ買えるか。ねえ、こいつ見てみなよ。仕事は盗めるくせに立てないんだって。うえ、皮肉効いてんねえ。でもお前らペンキ運べへんや。うわー、立ち上がれ、マーカス。おーおーおーおお。おい、こら。もうやめろ。話してやれ。いいから邪魔しないでくれよ。傷つけたら罰金食らうぞ。確かに。所有物やからな。でも、ペンキ代も払ってもらいたいんですけどね。後悔するなよ。そうだな。ほら。アンドロイドのせいするな、ほんまに。アンドロイドは仕事泥棒だ。もう一回言ってやろうかな。家族がいるのに彼らに居場所を奪われた。今すぐ禁止しろ。そうだそうだ、使えるべき機械たちが。そうだそうだそうだ。失業率は 35%、 大勢の国民が失業中。そうだそうだ。頑張っとるわ。でもお前らもうそれ仕事みたいなもんや。しかもこのバスさ、確かアンドロイド専用のバスなんやな。そう、アンドロイドと人間は一緒のバスに乗らへんっていうさ、しっかり区別されてるっていう。あ、でも一緒に飲んのもなって感じやけどな。どっちか分からんからな、正直。パッと見な、うん、アンドロイドか人間かみたいなな。あ、そう、後ろに飲んのか。